松葉門、吉久米松葉門、松葉屋吉久米は、戦前から戦後にかけて活躍した漫才コンビ。戦後は、恵比寿橋松竹を中心に活躍。その後、松竹芸能の主要劇場を経て、奴は、吉本工業の主要劇場に出演した。第四回情報演芸の伝道入りを果たしている。松葉門本名は、堀井角太郎。 京都西人の呉服屋の息子に生まれ、芸事の道楽が講じて、師匠なしで芸界に入ったため、軽口、踊り、不刺激、心波等の、あらゆる芸を経て漫才に転じた。相方は、横山円達、林田重郎、荒川歌恵、小福亭鶴八、等と変わり、1939年に、新興記念間演芸部に引き抜かれ最初の妻である。 吉野貴重とコンビを組む。この頃は、奴は、洋服姿で、貴重の三味線による、音玉漫才であった。戦後は、初代の吉久め、1951年頃より、女道楽出身の浜尾竜と組んだが、1952年より、5歳の二代目吉久めと組む。最晩年に二代目吉久めとのコンビを復活させた。弟子には、岡田東洋、小菊がいる。 背中に、火の用心や、原子爆弾反対と書かれたの黒の羽織を、トレードマークとして裏地は赤に襦袢桃引きも真っ赤という派手な衣装。相方の三味線に合わせて当たり金で愛の手を入れる、独特の芸風であった。十八番は、初代経過団おさむに稽古をつけてもらった、魚釣り。これは、相方が三味線で弾き語る、羽歌の夕暮れに合わせて、手拭い。 センスなど小道具を使い、魚釣りを餌をつけ、途中旅を釣り上げたり、立ち小弁したり、口や着物に釣り針を引っ掛けたりなどご愛嬌を見せ、最後は魚を釣り上げるところまで、緻密に演じて見せるはあゆるパントマイムであるが、彼のマコ頂とも言うべき手芸である。他にも、陳で金色夜舎がある。これは、一枚の板に寛一、お宮の絵が、裏と表に描いてあり、 板の穴に顔をはめて一人に役の金色親者を早変わりで演じる庭影。また松尽くも得意としていた。松葉屋義久目本名は信田茂。東京深川の生まれ、14歳で日本舞踊バンド流のバンドを3期代に入門し、活用名乗る。22歳で最初の結婚。後に舞踊を離れ、女道楽を経て、 1952年に、奴の夫人で二代目吉姫として、コンビを組む。三味線を持ち、上記の、魚釣りでは、羽歌の、夕暮れを歌い、とに名所があるわいなと終わるところで、ゲーム終わるという、まさに奴にはなくてはならない相方といえよう。奴の没後に廃業。後に、西伊豆に移り地元の芸者集に、三味線指導等をしていた。西伊豆で、没。 東京世田谷に墓地がある。三田淳氏、昭和情報承芸師東京では、同じような芸を百面相の旗の栄一が得意とした。かつて、昭福亭鶴子が、テレビで再現したこともあった。また、文の家と枝も、同じ芸をしていた。ありがとうございます。